皆様こんにちは、キースジャガーです。令和元年2019年12月4日水曜日10時21分ですね。おはようございます。こんにちは。今日はドライブの予習の動画ではございません。ザックバランの話をしようかなと思いまして、興味のない方は別にね、大して面白いこと言わないので、はい、まずこの動画2つ用事がございまして、まず1つ目、2019年の11月20日から30日のこの10日間、通行止めをして阪神高速リフレッシュ工事しておりました。その区間をちょっと工事期間終わりましたんで、どんなこと工事したのみたいな、それをお見せしようかなということで、ちょっと工事区間を走るで実際に見ていただく、それがまず一つ。まあそれはもうあと5分ぐらいで終わります、その用事 だけやったら。でもう一つの用事といいますのが私の雑談なんですけども、聞くに絶えない話ですね。まあそういったのをあと残り1時間ぐらいでやっていこうかなと思っております。もしよかったら聞くに絶えない話聞いていただいて、いいなと思ったらグッドマーク、いいねボタンを押していただいて、まあチャンネル登録もいただければありがたいのかなと思います。はい、まず初めの冒頭5分で大事なというか一つ目の用事やっつけます。はい、今現在阪神高速4号湾岸線北行き、大阪市内神戸方面行きですね、大浜を越えまして三宝ジャンクションの 300m ぐらい手前ですかね今。はい、見ての通りこれアスファルト綺麗でしょう。アスファルトこれ張り替えというかね、リフレッシュ工事しておりました。この区間ね、大浜から南港北まで工事しておったのですが、はい、この三宝、この三宝から鉄砲までの区間、大和川線6号大和川線の工事も、工事というかね、工事してたんかなっていうのがあるんですけれども、先ほど1回実は通ったんですよ。明け方に通った時に工事してたようにね、見受けなかったので、まあ工事されておらんで、多分ね通行止めだけされておったんだろうなと思いながらまた走るんですけれども、まあ実際に見ていただいて、だからなんだって言ったら別に、ね、なんということもないんですけどね。はい、今三宝ジャンクションから出口の方を取らずに鉄砲の方に向かいました。これがいわゆる6号大和川線です。制限速度60キロ、まあ、ここの入るまでの部分が5%の坂で結構下りきついんで気をつけてくださいっていうのと、左側に見えておったのが大和川です、噂の。はい、大和川第一トンネル1164m ありました。はい、6号の大和川線は、現状では三宝から鉄砲までのこの一区間、これで終わりです。だからね、三宝ジャンクションから言ったら2キロぐらいかな、よくあって2、3キロってとこでしょうかね。3キロもないと思いますよ、全長で。まあ現状では鉄砲が終点になってますんで、鉄砲出口出たらそのまま国道26号線に掘り出されるわけなんですが、私の想像というか予想なんですが、これ右側は絞り込んでるんやけど、多分ね作ってるんですよね、この先を、鉄砲よりまだ先を。ちょっと楽しみですよね、これできてくれたら。今まで南港通りとか長井公園通りとかを使ってあっちの方へ、内陸の方へ向かわれとった方も、これがちょっとでも伸びていってくれてね、松原方面に行く高速道路として誕生してしまえば、下道の渋滞ももうちょっと緩和されるのかなみたいなことで、ちょっと
興味はそそられますよね。多分ね、これ新しいの作ってますよ、この下。またトンネルみたいにこうやって掘り下げて、次の区間をね、多分。で、そういうことで、見た感じね、外からパッと見た感じ、なんか、だいぶ綺麗でできてるんじゃないのみたいに思ってたんですが、今回の工事は多分大浜から南港北の通行止め、あっちの4号湾岸線の通行止めの工事、あれの都合だけですね、多分。おそらくですよ。何にも多分、こちらの方は通行止めに、してまでやる工事をやった後が見られないんですよ、一つも。何にも変わってないんですよ。もともと綺麗なトンネルなんでね、これ。できたばっかりというか。ばっかりでもないんですけど、まだ3年ぐらいしか経たんと思うんで、多分。クールファイブやかましいな、これ。はい、前、料金所も作ってるね、あれ。明らかに料金所やね。だからこの鉄砲より先がね、もうできるんですよね。なので、これが時間の問題やなと思ってたんで、今回の10日間も通行止めするんやから、そのどさくさで、一区間ぐらいはまた、さらに先に進めるのかなみたいにちょっと期待したんですが、おそらく何も変わり映えのないというか、この鉄砲から三宝のジャンクションまでというか、鉄砲三宝間の一区間だけ高速道路通してくれたらそれでよかったんですけどもね、多分4号湾岸線に乗り継ぎしようという車が間違っていくとか、4号湾岸線の通行止めをなるべく刺激しないようにみたいなことでこっちもついでに止めたれみたいなんで、それで6号の大和川線10日間も通行止めされておったのかなと思うんですけどね。違ってたらごめんなさい。多分そういうことやと思うんですが、ちょっとカメラ斜めってるんで、これね、車いつもと違うんですわ。今日はトレーラーではありません。今日はトレーラーではないし、オートマでもないんですよ。今日は大型トラックです。今日の車はオートマでもないって言いながらあれですけど、クラッチ不満とギア変えてちょっとコトコト落としながらギア変えてますけれど、であれなんですよ、トレーラーと違うだけじゃなくてメーカーが違うんですよね。いつも乗ってるのは大概UD と言って日産ディーゼルのトレーラートラクター、まあメーカーが UD なんですが、いつも乗ってるのは、今日これ乗ってるのはトラックタイプのに関して、これはイスズですね。イスズのギガっていうやつですね。去年一昨年ぐらいに新車で入ったやつなんで最新型ではありません。最新型のね、イスズはすごい鬱陶しいんですよ、マニュアルミッションね、左側がローギアになっててとか、右側がハイギアになっててとか、1,2,3,4,5 速は左にバンとシフトレバー叩いてっていうかね、左に一回倒してローっていう風に表示されてからじゃないと 1,2,3,4,5 入らないみたいな。で今度6,7,8 8速までやったかな、7速やったか、ちょっと9速ぐらいあったかな。まああれですよ、ハイギアに変えるときハイギアに変えるときで一旦ニュートラルの中立位置に戻して、右側にギアというかシフトレバーバーンと叩いてハイっていう風に、ハイギアのハイっていう風に表示されましたら、そっから6,7,8みたいな感じでシフトチェンジしていくんですよね。最新型のねマニュアルミッションのやつ嫌いなんですよ。嫌いっていうかね、めんどくさいんですよね。でギアをねめちゃくちゃ刻むんですよね。今までやったら6速7速ぐらいやったやつを8速とか、9速とかにすることによって、なんて言うんですか、ちっちゃい燃費ばっかり考えて全然馬力のないちっちゃいエンジンでもそのギアをいっぱい刻んであげることによって、細かくシフトチェンジすることによって力のない分をギア比で補おうみたいな、そんな方
方針なんでしょうね。いらんことしてくれるわと思うんですが、今まで何十年とね、別にそんなトラックタイプのやつにせよ、そのギアをわざわざローギアハイギアに分けたりしなくてもよかったんですよ。それをね、新しい技術みたいなつもりでバーンと Isuzu だけこんなん出してくるんですけれども、そのメーカーもそうなんかな。いやー、いらんことですよね。もう手間が増えるばっかりで、もう時代はもうトレーラーとかでもオートマでもうクラッチペダルついてない時代なのに、なんでこれギアをわざわざ今までよりさらに細かくして、もうスピード5キロ上がるたんびにギア変えないかんぐらいの、めっちゃ忙しいですよね。40キロに到達するのに何回ギア変えんねんみたいな。もう初めから上げとったら全然進まへんし、で下げたら下げたで、ちょっと加速したらすぐ上げないかみたいな、そういうめんどくさいあれなんですけどね。まだ斜めっとんな、これでちょうどか。はい、ということで今乗っております、運転しております車、いつもと違いまして、毎日乗り換えてるんですけどね、自分のって言って渡されてるっていうタイプのあれではなく、毎日どの車乗るか分からへんみたいな、そんな感じの会社なんですけれども、とりあえず UD っていうメーカーで取り付けしてたんとまた角度が違うんですよ。これ Isuzu のやつは Isuzu のやつで、サンバイザーのとこに挟んでるんですけどね。なもんでちょっと出る前に散々角度調整やったんですけど、走ったら思ってる以上にね、揺れるんですよ。揺れるたんびにちょっと角度がだんだん斜めていってるなみたいな。はい、すいません、全然関係ないことでお見苦しく、お聞き苦しくごめんなさい。まあ、カットしてもいいような感じですが、ちょっと技術がないのでこのまま流します。はい、もうどうやらあと40キロぐらいしかないんでね、4、50分で着いてしまうんですが、今日は道路の解説はなしでいきます。もう前半線のね、6号大和川線通行止めしてたけど工事してたんかなこれっていう、まあそれが一つ目の話ですよ。多分大して工事してないし、まあ工事してたにせよ、今通れた区間は関係なくて、まだ開通してないというか公開されてない部分に関して工事してたのかなぐらいの、かなぐらいの予想ぐらいの話しかできなくてね。まあ実際どんなもんか。